皆さんこんにちは。この動画では都庁長の音階を練習します。大人こそバイオリンチャンネル講師のカルテックです。一般の方向けに学習をサポートする内容の情報を発信しています。対象となるのは初心者で導入は問題ないという方です。まずこの動画の目的地はこのような演奏です。これをやるために前半と後半に分けましょう。なぜなら使う弦が違うからです。前半はゲー線、後半はデー線です。そして前半後半それぞれについてフィンガリングの練習、ボーイングの練習、一緒にやってみるという3つのブロックに分けて練習します。その後前半と後半を続けて演奏すれば完成というわけです。それでは早速前半部分のフィンガリングから練習しましょう。まず目標はこれです。そのためには1の指、2の指、3の指をそれぞれラ、シ、ドの位置に押さえます。チューナーを使って確認しながらやってみていただきたいのですが、その際に注意点が2つあります。1つ目は全ての指が丸くなるように押さえることです。これは後々ビブラートを練習したりするときにとても重要な要素となりますので、指が伸びきったりしないよう今のうちから気をつけておきましょう。2つ目は手首の状態です。手首に関しても後々の学習のためこのようにまっすぐに保っておく必要があります。内側に折れ曲がったり外側に出たりしているとスムーズな動きを邪魔することとなってしまいますので気をつけましょう。開放弦0からスタートして計4つの音を順番に鳴らしてみましょう。このようにできましたら右手のボーイング練習へと移ります。目標はこれです。そのためにはダウンとアップを交互に2回ずつ、計4回の動きとなります。この時の注意点としては、肘の高さと手の方向の2つがあります。まず、肘の高さは上腕と弓が平行になる位置を意識しましょう。高すぎても低すぎても効率よく音が出ません。手の方向については、弓の方向にまっすぐ沿う必要があります。弓の軌道がこのように曲がってしまわないよう気をつけましょう。軌道がまっすぐの時、一番効率の良い演奏となります。以上に注意しながらボーイングを確認します。いいですね。それでは前半部分の右手と左手を合わせてみます。目標はこれです。注意すべき点は先ほどお話しした左手の指と手首、右手の肘の高さと手の方向という計4点です。これらすべてに気をつけながらゆっくりゆっくり確認しながら練習します。前半ができたら今度は後半部分を練習してみましょう。同じように左手から練習します。目標はこれです。1の指、2の指、3の指をそれぞれミ、ファのシャープ、ソになるように押さえます。前半と同じように指と手首に注意しましょう。開放弦0から始めて4つの音を続けて鳴らして練習します。できました。それでは右手のボーイングも同じようにやってみます。目標はこれです。先ほどの前半部分と弦が違いますので、肘の高さも若干低い位置になります。同じように手の方向にも気をつけます。できたら両手合わせてみましょう。目標はこれです。前半と同じように4点に注意しながらゆっくり練習しましょう。それでは、最後にいよいよ前半と後半を続けて演奏します。目標はこれです。急に難しくなった感じがしますが、すでに各部での練習は済んでいますので大丈夫です。
同じように4点に注意しながらゆっくりと練習しましょう。もしもうまくいかない場合は、問題箇所を特定し、そこに戻って再度確認しましょう。根気強く練習すれば必ずできるようになります。というわけで、今回は都庁長の音階を練習しました。今後も皆さんのお役に立つような動画を作っていきますので、どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。